2本の紐をしっかりとつなぐことができる外科結びの結び方です。まず左の紐を右の紐の上に重ねます。上に重ねた紐を下からくるっと回して一結びします。もう一回同じように上に重なった紐を下から回して一巻きします。次は右の紐を左の紐の上に重ねます。上に重ねた紐を中心にできた輪っかに下から通します。そうしたら左右の紐をそれぞれ真横に引っ張って結び目を引き締めていきます。真横にぎゅーっと最後までしっかりと引き締めてください。しっかり結び目が引き締まったら、これで外科結びの結び上がりです。この外科結びは名前の通り外科手術の時に使われる結び方でもあって、それだけしっかりとした結び方です。別の動画でご紹介している本結びに似た結び方で、本結びの場合は左の紐を右の紐に重ねた後、最初の結びが1回だけですが、外科結びは本結びの最初の結びを2回繰り返した形になります。本結びよりも巻きが1回多い分、摩擦が多くなるので、とてもしっかりと強い結び目になります。結び方も簡単なので、日常的に幅広く使える実用的な結び方です。新聞、雑誌や荷物を束ねる時の紐の結びとしても重宝します。ぜひいろいろと活用してください。